はい、皆さんおはようございます。石田です。はい。ついに、顔が、髪型が鬼太郎みたいになってきたんですけども、ついに、リオレイヤー種の大量発生イベントがやってきましたと。で、これね、俺ワンチャンもうするかなーって思ってたの、今日までは。YouTube で妖怪ウォッチに時間めっちゃ取られてるし、Twitch ではアーク配信をずっとしてるから、本当に時間がなくて、まあ、いつか饒舌されるなら今はスルーでもいいかなと思ったんだけど、こちら。強継ぎ。ね。スキル、強継ぎなんだが、これはね、スルーできない。まあ、腰はまだいいんだけど、足ね。SP スキル威力アップレベル2と、竜属性強化レベル1。で、胴体。竜属性強化レベル1と、集中レベル1。まあ、足だな。立ち使いの場合は。胴体も欲しいけどね、竜属性攻撃強化だから。とりあえず、足を、グレード6まで強化、したい。できれば、胴体も欲しい。まだ、竜属性攻撃強化の防具って、一個も実装されてないんだよね。このレイヤー以外はね。でもこれ、足に至ってはガチで今後も多分1年間ぐらい人権だから、行こっか。おい待ってくれ、死ぬほど湧いてんぞリオレイヤー種。ただね、星6を狩らないとあれなのよ。あれ作れねえじゃん。なんだっけ、あれ星6狩らねえと激減が出ないじゃん。だからそこだけがガチで心配なんだよね。星5いくら買っても強化できないんじゃね、意味ないかんな。で、まあこれ頭だけ赤いしてフィニッシュかな。これ普通のレイヤーと同じ3連ブレスだね。赤いした、まあ一旦今はもう本当に勝つだけこなそう。 V 破壊しても結局その V が出やすくなるわけじゃないらしいからね。ナウはさあこれでね、まあ、とりあえずレア度4素材が1個でも出てくれたら俺はバンバン剤。まあ、でこれもう全部課金。ああお金がない。出たー、これがレイヤー氏のこういう技だね。横をサマーソルト。星5に死んでるようじゃまだまだだな。まあ、とりあえずレア度4は高望みすぎ。レア度2、3から行こう。じゃあ強化できねえし。悪くねえじゃん。おお、いい攻撃持ってるじゃねえか。ただベテランハンターには当たらないと。いやすごいわ、みんなモンハンのをやってる。通ってる人たち急に歩いてると思ったらピタッと止まるんだよね。みんな狩り始めるからさ、歩きながらじゃ危ないじゃん。それでね、あ、やってるねって思うんだけど、あれだよ、ハンターも周りにめっちゃいんの。マルチプレイ超できるよ。次元イベントらしい土曜日だからね、みんな気合入ってんだろうな。やっと一匹見つけた。ようやくだ。もうね、あと30分しかないから、ここで出てくんないと、ガチできつい。あとまだ倒せるかどうかもわかんねえ。そして人がね、ガチで100人ぐらい来た。やばい。回ってくれ。こっち来ないでくれ。最悪。星6で。スキル外した。オッケー、人はあっち行った。完璧。これで俺の集中は保たれた。ダメ。オッケー、完璧なプレイでいけば倒せるよ。横サマーソルト、これでかい。マジか、危ねえ。いいぞ。人も来てないよ。全然いいじゃん。お、飛び込み回っといてよかった。
めっちゃ強くなってる俺。当たんねえよ。残念でさ。オッケー。頼む頼む頼む。頼む。頼む。お願い。キキリン。マジかよ。完璧じゃねえかよ。これ作るんじゃない？ちょっと見てみようか。防具で足ね。俺が求めてんのは。これね、これグレード6までやんないとそもそも作れないから、じゃなくてあのあれできないから、あれね、にん、あ、装備しちゃって、間違って、全然足りないや。まあ出たけど全然ダメだ。終わっちゃった。ほら明日だ。さあ、そしたらお楽しみの強化タイムだ。まずは、この足。100% グレード6までは行くはず。っていうかもうね、なんなら過剰には詰めたと言いたかったが、あれ？欲膜が？ああ、ミスった。全然過剰じゃねえわ。欲膜と激凛がやばそうだったな、今。まあ、あれだわ。ああ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。そうだ。別に胴体はグレード6にする必要はねえんだ。もともと流属性強化ついてるからね。でもグレード6にしたら2になるんだっけ、これ。持てないやつって。あちゃー。あ、足りてねえわ。まあ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 、また来るだろうし。まあ一旦入属性強化を2個確保できたとれがでかすぎんな。